後も本当にちゃんとやればちゃんと伸びる科目です。武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。武田塾教務の高田です。高田先生、はい、なんか最近高田先生がバズったという話を聞いているんですけれども、ああ、何の話ですかね。あのテレビに出たやつですかね。締め手配で、締め手配癒されてないですよ。あのニュースセブンデイズっていう番組がありまして、あのセンター試験のリスニングの第一問がめちゃくちゃ変なイラストが出たみたいな話題になったじゃないですか。他の校舎でもなんか取材されたところありましたよね。はい、はい、それでなんか武田塾のお茶の水本校にも取材が来たということで、うんうん、ちょっとね、あのたまたま僕がいたんで対応させてもらったんですけど、なるほど、僕なりにあのやっぱ受験生リラックスさせようと思って、ああいうちょっと変わった意表をついたイラストを描いたんじゃないかなって話したところ、うんうん、実際は全然そんなことなくて、うんうん、受験生はもう大混乱だったみたいな、そういう番組の構成になってましたね。それでちょっと話題になりましたね、はい、見てくださった方ありがとうございます、はい、じゃあ今日も質問が届いてます、うんうん、高2文系です。国語は評論以外模試で全く点が取れません、うんうん、先生に古文漢文は確実に点数が取れるから先に解いた方がいいと言われるのですが、それは知識が入ったら読めるようになるからですか。今は英数だけをやっているので古文単語などに手が回りません、うんうん、国語は本番まで不安定でやらかす気しかしません。国語は怖すぎます。センターは社会科目で満点狙いをして、カバーしたいとか考えちゃダメですかね。割と英語と世界史は得意なのですが、今は英数に加えて週1程度で世界史提供をやってますと。これね、でもね、国語なんとかしないと厳しいと思うな。国語から逃げるなと。いやだってさ、社会ってさ、多分さ、やってる文系の人だったら、うん、さ、あるじゃん、南海大学目指す人だったら8、9割普通に取ってくるじゃん、大体。はいはいはい、そうですね。そこからね、さらに稼ぐって言っても、はい、せいぜいさ、1割とかなわけじゃん、うん、プラスできて、うん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 、ってなった時に国語をどれだけそれでリカバリーできるかって言われると、うん、大して稼げないでしょって話でしょ、うん、で国語をさ全捨てするってことは200点満点のうち、うん、下手すら100点以上捨てることになりかねないわけじゃないですか、うん、全然できなかったら、はい、社会でリカバリーできるっていうのは相当社会の配点高いところじゃないと、うん、無理かなと思うよね。あのこの子はおそらくなんか本当国語が伸びるイメージが全く湧かないんだろうなって思うんですよ、はい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 、学校で古文の授業とか漢文の授業とか小説とかいろいろ習ってて、うん、なんかそういう点数なんか取れるのかなみたいな、模試とか受けてもいい時はいいし悪い時は悪いし、うんうん、なんかめっちゃ波ある気がするし、勉強して意味あるのかなって心配やと思うんですよ、うん、で僕が言いたいのは、国語も本当にちゃんとやればちゃんと伸びる科目です。だからちゃんと勉強取り組んでほしいですね。まあ、古文漢文であればまず古文単語、古典文法、漢文だったら漢文の句法とか漢字とか、その基礎の部分をちゃんとまず覚えてください。でその覚えるだけで取れる問題もあります、はい、でその後読解の練習をして古文の読み方をちゃんと自分に身につければ文章も読めるようになっていくので、うんうん、読めさえすれば勝ちです。内容がちゃんと読み取れれば正解選べるようになってるんで、なんか諦めるのまだ早いかなと思いますよね、1年前の今の時点で。やっぱね、やってないんだと思う。基本的に国語の成績伸びないって悩んでる人は、はいはい、単純に国語後回しにしてると思うよ、やっぱり。英語とか数学とかと比べたら国語全然やってないでしょみたいな。そう、はい、みんなほとんど読んでないと思うんですよ。国語の教科書なんかでね、はい、やったって年間何本読むのって話だもんね。そうそう、そのレベルですよね、うん、毎日1日1文読むで90文ぐらい読めば、その頃には実力ついてますから、うん、ただその前に前提として古文単語、漢字とか句法とか、古典文法とかそういう基礎固めをまず徹底的にやってほしいですね、古典に関しては、ね、はいはい、小説も同じようなやり方で伸びていきますで、国語から逃げるなと。はい、さすがに文系で一教科逃げたらきついぞって話でね、はいはい、いやほんと成績上がるんでちゃんとやれば、はい、これ信じてください。で、はい、教科別勉強法の現代文とか古文とか見てください、はい、その通りやれば伸びます、大丈夫です、はい、はい、しっかり頑張ってください。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。